おはようございます。ガオー。はい。始まりました。シニアリーグでございます。はい。行きました。試合開始。ということで、田中優子、ヤブッティ、サイルローズ、あ、松原ソムネートが今日はゼーレです。あ、噛んだ。難しい。ロ、ロ、ロ,ロシア。水野神々イエローカード。 その戦争っていうのはこれから2、3週間から1か月で非常に厳しくなりますね。ノットリリースザマイク。投げよ、破っていい。投げよ。国際世論がものすごく動いてる。ロシアは孤立してる。制裁も強化してる。ヤブてティ投げ。ノットリリースザマイク破ってい何分しゃべんでも5分ぐらいしゃべってんぞ。 シチェチェン共和国がやったことがロシアが首都のグロズニーというところを廃墟と化したわけですよそこに近代的な都市を作り直したわけですねそういうことが起きるんじゃんお松原ソムデート正論ですね正論ゴール <laughs> 松原ソムデート正論ですどうなれば終わるんですかささんんででですす戦争ですか高橋さん終わるのは簡単で ロシアがちゃんと国境線の、えー、ところまで戻ればいいんです。ロシアがやめれば終わるんですと。もう正論ですね。<laughs> 正論語 <laughs> 高橋さん正論です。やめんの簡単ですよ。ロシアが国境の向こうまで帰ればいいんです。<laughs> 正論これスリーポイントだな。スリーポイントシュートです、今の高橋さん。<laughs> すみません。今のスリーポイントでいいです。正論スリーポイントです。本当に戦争そのもの自体を。 負の連鎖を断ち切る。そのためにはやっぱり、おっしゃったように、どこかで人類は、この人類は他人事ではないということ <noise> サヘルさん、<laughs> すいません。いいお話なんですけど、ノットリリースザマイクですね。オチがなかったんで、申し訳ございません。これはノットリリースザマイクです。いい話でした。すごいいい話だったんですけど、 申し訳ございません。あのー、PTSD、確かにその通りなんですが、これはちょっと、ノトリさマイクで、ノーゴールで。戦争終わる道はそれしかないんですよ、と高橋さんです。ただ、その、ロシアは、それが分かっているので、国外からの情報を遮断して、国内にはプロパガンダしか流さないと。で、だからその壁を、市民の声なり、ジャーナリズムが、どのように越えていくのか。 そ,のそれはその武器ではできないことなんですよ。武器にはできないことをメディアとジャーナリズムが果たさなきゃいけない。そういう戦争なんだと。<laughs> すげえ。参謀に批判が出ました。これゴールです。<laughs> 高橋さん、大活これゴールです。ゴールでございます。はい。ゴールです。素晴らしい。<laughs> 金利1%上がると、国債の利払いが、それだけで3.77円。増えねえよ。<laughs> 増えねえよ。名目価値なんだから、それ。あの、市場金利が国債残高全部に及ばねえよ。もう何言ってるんです。これゴールです。<noise> 松原すごい。これ適当、すげえ適当解説でゴール。<noise> 私たちも共に参加、つながってるからと思いが、私たちはつながり続けることが大事だなと。そういう、もうまたいい話してます、サヘルさん。いい話なんですが、すいません。 ノットリーマイクですサイルさん2枚目です。はい。ノットリーズザマイク。核共有、核保有のこと言ってますよね。北朝鮮が敵、発想に入りつつある。同じような国になりつつある。ゴール <laughs> 日本が北朝鮮になるゴールです。いきなりゴールです。田中ゴール大事にしているのが今の日本の憲法なんです。いつも私。 一度そこに戻って日本は何をすべきかということを考えてこの人が言ってる憲法は東大憲法学の,あの無茶解釈の方ですからね無理ゲイ解釈の方ですからね憲法に戻れこれもう一点ですね憲法に戻れでもう一点取りました素晴らしい2ーゴールさあラスト1枚です今日の1枚アメリカの臨海前に核実験抗議する被爆者ら4月15日 あれロシアの格闘活は抗議しないんですかこれゴールですね。写真ゴール写真ゴールです。えー、ロシアの格闘活を全然抗議せずに、アメリカに抗議する、えー、被爆者団体をですね、の写真を掲載ということで、えー、これ長崎、えー、これ写真ゴールです。関口さん、写真でゴールということで。試合終了4対5で、 正論チーム勝利ということで、なんと、まさかの連敗ということになってしまいました。皆さん、いいね押して、4500はいこう、とりあえずな。はい。まさかの連敗でございました。やっぱり、青、でもね、先週、青木がいてもだめだったよね。ね、先週に続いてですね、なんと、なんと、ちょっと、チームさんけあっ、えー、お母さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これね、先週に続き、ちょっと厳しい状態ですね。 あのー、こんあの今年の通算の、あのー、勝敗つけてる人います赤ネギ800、ありがとうございます。配信競技ランキング世界あ、世界ランク1位だっかん、いやいや、1位になってこないから、佐伯さん、ありがとうございます。チーム3期は今年少なくても前半はウクライナで負け越すなと、来週、青木で入れいや青木投入してもちょっとひっくり返せてないんでね、はい、あ皆さん、いいね押してください、あとね、320で、あと320で4500いくので、とりあえず4500ぐらいいきましょう、5000は無理だとしまう。